あ、翔平さん、どうしました？いやね、まあ、いろいろ悩んだんだけど、はい、うん、っけ、山二派、まあ、あの動画で、まあ、ちょっと俺は、まあ、ちょっとまあ、実際納得もいってないし、はいはい、うん、まあ、今後ね、ね、戦うかもしれないし、まあ、山二派と会うのは、まあ、リングの上って、まあ、思ってたんだけど、まあね、いろいろ、まあ、自分の気持ちだけじゃない部分とか、いろんな周りの声とかも、まあ、聞いて、まあ、会うことにしました。会うことにしました。はあ、まあ、ちょっと俺もね、ちょっと本当にちょっと熱くなってるから、うん、まあ、ちょっと何しちゃうか分かんないから、そういう時ちょっと止めてほしいんだ。分かりました。うん、まあね、まあ、いろんな感情が葛藤してるけど、珍しいですね。うん、こんな気持ちになったの初めて。ああんなにね、動画見て、あんな楽しそうなさ動画見て、なんかやっぱちょっとドギマギしちゃってる。あ、でも本当なんかあったら止めてよ。喧嘩もう試合始まっちゃうかもしれないから。はい、うん、じゃあちょっと、お願い。山中選手と、アドさんです。よろしくお願いします。まあ、ちょっと、まあ、話すことなんてないんですけど、まあ、なんかあの動画についてね、まあ、ちょっといろいろ聞きたいかなと。まあ、本当に僕が納得いってないのは、そのいきなり部屋に入って寝てるのにね、海君が、まあ、こうなんかチョークというか、なんかこうただ立ちつくみたいな感じをしますね。うん、とかがなんかどうなのかなと。ファンゴが好きで、カイが、カイがもちろん好きで、そんなことないでしょ。そんなことねえよ。そんなことねえよ。そんなことねえよ。何言ってんだよ。そんなことねえよ。何言ってんだ。何言ってんだ。何言ってんだ。俺の方がいいと思いました。どう思うの？斉藤君とか何黙ってんの？なんかもうちょっとなんか応援ないの？大盛りは？ああ、まあでも実際そのファンの反応だったり会の反応を見てると、ちょっと今山二派さんの方が盛り上がるのはまあ事実としてあるのかもしれないですね。楽しいの？ YouTube とかやってその大変じゃないんですか？そんなことないと思うけどね。うるせえよ。ポルトガル語でストップです。うん、まあ本当なんかでね、ちょっと俺も腹渡に家繰り返ってるんで、まあちょっと本当になんかで勝負しませんか。
ですか？たまにはどういうことですか？どういうこと？うん、やっぱりね、うん、やっぱナイスガイだね。やっぱね、T シャツ着てくれてたからさ、なんかもうちょっと、なんかちょっともう、否めないね、憎めないですよね、絶対、なんかちょっと変な、なんか女子のマインドになっちゃってさ、カイピョンの件で、でもやっぱりすごくいい試合だったし、なんかすごい、あの、柔術とかを教えて、あの、子供たちにね、あの、本当に日本の格闘技もね、こう支えてるあのファイターの一人なんで、なんか本当に一緒にね、あの、まあ、一緒というか戦うかもしれないし、向こう陣営の相手と戦うこともあると思いますけど、それも踏まえてお互いにあの頑張っていきたい。山庭選手も35歳ですね、はい、まあ、年も近いんでね、あの、まあ、年の部分ではね、あの海君よりね、ね、こっちに近いんで、はい、そういった部分で、これからも、ね、あの日本の格闘技を盛り上げていく、仲間というか、はいはい、選手それぞれで、ね、やっていきたいと思いますので、はい、これからもどうぞ、あのアルさんもよろしくお願いします。はい、アルさんもよろしくお願いします。お、じゃあ和田から周りは解けたということで大丈夫ですかね、まあ、今後なんか変なコラボとかなければ、はい、なるほどなるほど、よかったよかった。ちょっと2人がバチってたのがちょっと心配だったんで、よかったです本当に。じゃあ、あの山際さん、あの今後もカイチャンネルとよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。私がまだカイはまだコラボします。あれ、おお、ちょっと庄司さんとお別れかもしれないです。やばい、取り合いが始まる、取り合いが。ちょっと僕提案があるんですけど、もう二人スパーリングしてどっちが強いか決めたらいいんじゃないですか。おお、勝った方が会のことを手に入れられる。勝った方が会チャンネル出演できる。出演を考えて。あるよあるよ。ちゃうよ。今どう。いや、日にちを決めて。おお。バトルが見れると。ね、何かしらの。攻撃で充実のバトルだね。おお。これはこれは自信あり。これは充実バトル。マニハチャンネルと庄司チャンネルで、おお、近日公開ですか。おお、やりましょう。楽しみですね、それは。じゃあ僕がレフェリーをします。おお。じゃあそんな感じで、はい、引き続き、盛り上げていきましょう。はい、ありがとうございました。